ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都大田区のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキヤノン、アイリス、HF M41。 ご操作でデータをすべて消去した。その後テストで5秒程度録画し、さらにその録画したデータを削除したという状況です。データ復旧処理を行い、およそ9時間の動画の復元に成功しました。